島1対0 DeNA。6日、松田。広島前田健太投手、25、が、8回5安打8奪三振無失点で今季初勝利を手にした。最速151キロ直球を軸に変化球も自在に操り、DeNA 打線を封じた。チームは1987年以来、27年ぶり、平成に入ってから初めて開幕から3カード勝ち越しを決めた。巨人が敗れ、首位に並んだ。この勢いで、8日からの首位攻防戦も制してみせる。青空の下で笑顔が弾けた。地元初登板での今季初勝利。前田がベンチ前でナインを出迎える。最高です。タッチを交わしながら白い歯がこぼれた。6回に失点だった。開幕戦が不甲斐なかった。松田で勝つのは一番、気持ちいい。たくさんお客さんが入って気持ちがいい。ファンの声援に応えたかった。心からの、とびきりの笑顔だ。初回を無失点発進。2回は無四1、3塁のピンチを背負った。だがバルディリスを3ゴロ。1四1、2塁からは田村をツーシームで3ゴロ併殺に打ち取った。うまく乗り切れた。いい流れ。普通の投球をすれば勝てる。あとは、自分の投球、をするだけだった。1例の8回1死2塁では、金城、石川を封じた。98球。完封目前にも、球数以上に疲れがあった、とこの回で任務完了。1例は誰でも難しい。よく投げてくれた、と野村監督。8回5安打無失点で今季初勝利だ。投球の幅を広げるため、春季キャンプからスプリットの習得に挑戦した。だが、落とそうとする意識が強すぎ、上から投げすぎていた、と宇根投手兼分析コーチ。試行錯誤の投球が続いていた。開幕前最後の登板となった3月21日のオープン戦。ソフトバンク戦で本来の姿を取り戻した。スプリットを減らし6回1失点。宇根コーチは、一番投げやすい形。去年の感じに戻っていた、と目を細めた。この日もスプリットは封印。最速151キロ直球にツーシーム、スライダー、チェンジアップなどで、普通の投球、を披露した。先発した3日のヤクルト戦は1回裏終了で降雨のゲーム。この日も練習中に雨足が強まった。雨男。それでも、できるとわかっていた、と集中力を高めた。27年ぶりに開幕から3カード連続勝ち越しを決めた。お立ち台では、優勝するぞ、と声を張り上げた。チームが変わってきているのは間違いない。負けているもの、歴史、を変えていきたい。23年ぶりの頂点を目指す野村恋。そのエースがしっかりと第一歩を踏み出した。